ダッシュジャンプ。さあ、今日も引き続きキャンプのお話を、いやもう聞きたいですよ。3球団行きましたけど、はい、あとロッテね。おー、石垣島、あ、行きましたか。ちょうど行った時に、はい、安田と藤原が、はい、おー、いいっすね、いいっすね、いいっすね、それ、まあ、安田はフライボール革命を意識してる、はい、あ、へー、それ見て、聞いたんですか。聞いて、言ってたんですか、本人は。へぇ、今からの主流です。おお、若いよね、やっぱいいパワーしてんな。好感度100だわ。おいやいや、本当に、ですか。俺がグラウンド行ったら、はい、パッと走ってきて、はい、今日よろしくお願いします。うわ、どういう成績を自分であの頭の中に描いてんのって言ったら、やっぱ3割の何本っつったかな、40本っつったかな、30本っつったかな、うん、で、まあ100打点とか言って、まあ3、4年後ぐらいにはっていうから、なんかこう、じっくり進めようみたいな、身長派かもからな。あ、なるほど。で、藤原、おっ、来ました、ドラ1待ってました。まず、俺がびっくりしたのは、はい、こんなん華奢なのって思った。あ、そうなんですか。徳みたいな感じの体。あ、じゃあもう藤原くんすね。いや、ないでしょ。本当にロッテは明るいな、はい、おお。勝つ気あんのかなと思ったよ。それはどういう。いや、でもね、井口監督とこう、はい、じっくり話をしたんだけど、お、はい、まあ、当然優勝は狙いますと、今年もね、うん、ただ本当にチームが出来上がって強くなるのは、はい、だから平沢大河、はい、安田、うん、藤原、はい、これ3年連続で野手いってるよね。そうですね。こういう選手たちがちゃんと経験を積み育っていく、うん、その中で井上誠也、うん、中村、はい、こういう人間が軸となりリーダーとなってきて、なった時に初めて強くなるのかなって、本当に、まあ、今年ももちろん優勝は狙ってると思うけど、うん、本当に強くなるのはそうかなっていう、ことを言ってた、はい、で、格の方とかも話をしてた。お、いいですね。じっくりやってたね。で、やっぱりこう、いい選手がどんどん入ってくるじゃない、はい、だからまあそこには、なんか負けないようにはするけども、うん、まあ自分のバッティングとか言ってた、はい、でも、あの選手はものすごく努力してるわ、話を聞いたら、これキャンプの話じゃないんだけどさ、はい、シーズン中にどういう調整してんのって聞いたら、うん、とにかく1時間ぐらい打って外でフリーバッティングするんだよ。室内とかで、とかブルペンとかで、まあ、スイング打てないところ時はスイングを1時間ぐらいするんだって、うん、で一汗かくんだって、びっしょりで初めて外に出て打つんだ。それをずーっとやるらしいよ。いや、僕は体が起きるのが遅いんだ、はい、それ自分で分かってたよね、はい、だから人より早く来て打って初めて人と同じになる。へ、まあ、打つことも好きなんだろうけど、はい、そうやってメインのバッティング練習に臨んで試合を迎える。へ、それやってヘトヘトにならんかって言ったら、いや、もうそれが僕のルーティンなんですよ。はぁ、すごい。打ち込んでるよ。それ相当やってますよね、シーズン通してってなったら。角中も今年、首位打者候補だよね。いやー、いやもうそう、本当、取ってますよね。あとは中村。中村翔吾選手。選手、はい、まあ、三拍子、うん、はい。打つも守るも走るも、はい、ね、はい。そういう選手だから、疲れないかって言ったら、いや、疲れます。でまあ、去年、盗塁王のチャンスもあったね、はい、だけど、あれはやっぱ警戒されてない時に走った数が、うん、主で、うん、やっぱ途中から警戒されるとやっぱ厳しいなと思いましたって言ってた。なるほど。で、今年は成功率もとともに、うん、上げないとなって言ったら、そうですね、と言ってくれてたね。やっぱ同じセカンドで、やっぱ打つことも要求され、はい、守ること、走ることって言った。なんか俺とダブってきてさ、話してると、はい、時に、はい、で、盗塁って査定どうだって、はい、査定に反映してるかって、給料にね、はい、あ、それはちゃんと認めてもらいましたよって。俺らの時にね、走ってもね、
そんなに認めてもらえなかったね。だからもう走ることって疲れるから。超低金額。出ましたね。いやだからロッテを見るのに若手を見に行って、うん、将来的なこれスター選手がゴロゴロしてるから、うん、でもすごく楽しみだと思う。そうですよね。まあ今年頑張ってくれると思う若手が。はい、ね。それを楽しみに。はい。期待したいと思います。はい。はい。はい。